生体保存されている。元は、白宝鉄道が1920年に日本車両製造で一両を製造した、車軸配置0から6から0のサイドウェルタンク式機関車で、白宝鉄道では3と称した。1938年に白宝鉄道が国有化されたのに伴い、鉄道小石を得たものである。その際、1225型が付与された。 国有化後も白鵬船で使用されたが、1942年3月に廃車となった。本形式は、日本車両製造が27トン型と交渉した、比較型機関車で、同系機が6両製造されており、その他に後部を200ミリメートル短縮したほぼ同系の、交渉25トン型が7両製造されているので、同族は13両が存在したことになる。その他に、運転室下に、 重輪を一軸追加した、車軸配置0から6から2型が一両存在する。その状況は次の通りである。原設計は、ドイツのヘンシェルウントゾーン社が1914年に、小倉鉄道向けに3両を製造した機関車で、運転室や、側水槽をつなぐらいに、日本車両製造独特のものがあるが、固定軸橋をはじめとする、基本寸法は、完全に一致している。 鉄道省1225は、廃車後、1943年11月25日認可で、立地鉄道に譲渡され同社の3となったが、戦時統合による、東濃鉄道の発足とともにそのまま席を移した。1950年には、立地線の電化とともに不要となり、ブローカーの手を通じて建設省に譲渡され、伊て25から242として、 昭和30年代まで、ヨドガ工事事務所で使用された。晩年は、重油用のタンクをボイラー状に乗せ、発電用のタービンを装備していたという。1920年製の製造番号20で、品野鉄道では5型と称した。1938年1月、品野鉄道の電化に伴い、小花沢鉄道に譲渡され、同社の一となった。その後、小花沢鉄道は、 戦時統合により山形交通を花沢線となり、当機も引き継がれた。1952年のディーゼル機関車導入後も予備機として残り、1959年11月に廃車。翌年春に解体された。1920年に3両が開業用に製造され、1から3と称した。これらは飯山鉄道としては小型に過ぎたようで、 前期が1944年の戦時買収以前に他社に譲渡されている。3は記録上1941年3月、遊園鉄道2譲とされ、同年5月5日付で同社の7となっている。この機関車は実際は飯山鉄道1で遊園鉄道上渡までの間に振り替えがあったようである。1953年9月2日付で廃車となった。2については、 1944年に西武鉄道に譲渡されて2となった。1954年には日本ニッケル鉄道に貸し出された後、1956年4月に別府鉄道へ譲渡されて同社の7となった。当期は同社の蒸気機関車としては5と共に最後まで残り、1967年5月に廃車となった。3と振り返られた1については、 日本ニッケル鉄道が1941年の開業用として譲り受け、3と不満された。その後、一時的に元領域の2と再開するという偶然もあったが、1962年まで使用され、1965年2月5日付で廃車された。1921年、同社大井ダムの建設専用として製造されたものである。ダムの完成後は、 ブローカーの手を通じて、1936年に遊園鉄道へ譲渡され、同社の6となった。その後、1952年1月24日付で廃車となった。1927年に2両が開業用に製造されたもので、広南鉄道では1、2と称した。戦時中に、仙台鉄道管理局の通達に従い、C251、 C252 と改版されたが、9番を記したプレートを取り外さずに新番号がペンキ書きされ、新旧番号兵器の状態であったという。電化後も動力者不足から、電気機関車とも併用され、また、黒い延長工事にも使用された。C251 は1951年6月20日付け、C252 は1953年2月18日付けで、 廃車され、いずれも解体された。1921年6月製で製造時から重輪を装備した変形車であった。宇都宮石材起動ではニット称し、1936年6月の東武鉄道への合併後は A3 型となった。1939年2月には鹿島産宮鉄道に譲渡されて同社の後となり、鉾田線で使用されたが、 1951年7月に、龍ヶ崎線に転じた。同線では1970年頃まで使用され、現在は、栃木県下津賀郡美部町の東武鉄道おもちゃの町駅前で生態保存されている。鉄道省1225系の所言を記す、白宝鉄道3号蒸気機関車に関するカテゴリー、品野鉄道5系蒸気機関車に関するカテゴリー、 飯山鉄道1号型蒸気機関車に関するカテゴリー。広島南鉄道1系蒸気機関車に関するカテゴリー。宇都宮石材軌道2号蒸気機関車に関するカテゴリー。小花沢鉄道1号蒸気機関車に関するカテゴリー。東部 A3 型蒸気機関車に関するカテゴリー。鹿島三宮鉄道5号蒸気機関車に関するカテゴリー。遊園鉄道六号型蒸気機関車に関するカテゴリ。 ダッチ鉄道3号蒸気機関車に関するカテゴリ、西部に形状機機関車に関するカテゴリー、日本にッける鉄道3号蒸気機関車に関するカテゴリー、別府鉄道7号蒸気機,機関車に関するカテゴリ,ー機機テゴリー。ありがとうございます。